こんにちは。大悟さんと N 国党の立花隆さんの間にですね、何やら不協和音が起きているのかなというふうに見えます。このサムネイル見てください。N 国立花さんにもはや謝罪要求レベルの抗議をしますっていうふうなね、ことが書いてますね。気になりますね。で、これを受けて、もう一個の方、立花隆さんの方を見ると、ご覧ください。メンタリスト、大悟さんに謝罪しますっていうので、やっぱりリマインダーオンになってますよね。ちょっとこれ楽しみですね。楽しみというかね、見たいですね。で、どこがね、どういう風に謝罪なのかっていうことを私なりに考えてみました。ちょっと待ってくださいね。はい。これが昨日の立花さんの上げていた動画なんですけども、謝罪レベルってのはもしかして、ちょっとすいません。これですかね。大悟さんの大悟がディゴになってると。ね、これだったら笑いますよ。大悟って書くところがディゴになってるから、謝罪レベルで、どうだっていうことになって、で、立花さんが謝罪しますみたいな、そういうオチだったらね、ほんと笑えるんですけども、なんかもっと深刻なことですかね。さあ、お楽しみに。じゃあ、リマインダーを待ちましょう。